カズピです。前回の動画もご視聴ありがとうございました。まあ、ちょっとねおさらいしておくと、前回はですね、まあ、4本目の動画ということで、鴨頭義人さんの、紹介、そして、まあ冒頭にも喋ったんですけども、とある、まあ、YouTuber の方の、ネタをほぼパクった状態で皆さんにお届けしていたということで、まあ、これはいかんということで、まあ、これからはですね、自分の、言葉、そして実体験をもとにですね、皆さんに、こうメンタル的に強くなったりとか、人生を幸せにするための情報を、お届けする、しますので、どうぞカズピチャンネルをよろしくお願いします。今回は、ですね、良い人間関係の作り方について、話していきたいと思います。はい、まあ、自分なりに3つ、考えましたんで、順を追って紹介していきます。まず1つ目、人の悪口を言わないですね。これは、すごい大事なことであって、なんていうんですか、まあ、100% 守りというあれではないです。やっぱり感情があるんで、ちょっとした、ね、愚痴をまあ言ったりとかっていうのは別にいいんですよ。会う人にずっと悪口ばっか、その人の、まあ、A さんとしましょう。A さんの悪口ばっか言うとか、B さんの悪口の態度とかを言うとか、そういうのはダメですよっていう話。はい。じゃあ、まあ先にですね、やってしまうと、どうなるかというと、自分自身がマイナスの人間になってしまいます。はい。で、それで、続けていくと結果ですね、誰からにも相手をされず、声もかけてもらえず、寂しい人生を、過ごす羽目になるということですね。で、二つ目なんですけども、挨拶とか、まあ、なんだろう、まあ、仕事で言えば声かけですよね。そういうのを自ら行うということですね。はい。まあ、なんでかっていうと、やっぱね、人間ってやっぱこう、存在価値をやっぱ認めてもらいたい動物だと思うんです。はい。なんで、こう、自分から声、挨拶とかをしていかないとどうなってしまうかっていうと、まあ、無神経かつ、存在の薄い人間というふうに、思われてしまうんですね。なんかいませんか、皆さんの会社とかでも、この人なんか全然喋ってくれないけど大丈夫なのかな、人間としてとかって。で、あのその現場にいるのになんかいない雰囲気、まあ要は薄いんだよね。おお、おったのみたいな。だからまあ自分から挨拶をしていくことで、まあやっぱりね、こうみんなともコミュニケーションも取れますし、で、まあ上司の皆さんからもやっぱいい評価を受けるわけですよ。可愛がられますし、うん、挨拶をされて嫌になる人っていないと思うんです。僕はめちゃめちゃいい気分になるんで、やっぱりね、存在価値を認めてもらえてるっていうふうに判断できるんで、ね、挨拶をどんどんしていたり、自分からやっぱこうコミュニケーションを取っていくっていうふうにしてください。はい。で、3つ目。これね、ものすごく重要なことなんだけど、冗談とか、雑談をしようですね。まあ実体験とかそうなんですけど、やっぱり相手をこういじったりとか、すると、やっぱね、いやいや、そんなんじゃねえし、みたいな風で帰ってくるわけですよ。したら、またこっちが、いやいや、絶対そうじゃん、みたいな感じで、返しができるんですよね。ちょっと見極めが必要なんですけど、いじったとこに、時に、こう、やって相手がしたりとか、無言だったらもうそこで断ち切りましょう。はい。冗談が通じない人なんだなっていうふうに判断してもらって結構なんで、冗談が通じる人って結構ね、返してくれるんですよね。はい。で、相手が言うこともやっぱ冗談で受け取れるから、自分自身もやっぱこうコミュニケーションしててやっぱ楽しいんで、そういうふうな、なんだろう、
冗談とかも言ってみるのも一つの手、いいあのコミュニケーションが取りやすくなるために、で、例えばね、雑談がね、やっぱ少ないとこって、もう、なんだろう、こう、クソ真面目じゃないんだけど、現場がこう、やっぱね、滞ってるっていうか、暗いんだよね。もちろん、ずっとね、雑談しっぱなしはダメだよ。仕事中なんで。だけど、ちょっとぐらいはいいじゃないですか。ね、ちょっとこう、相手をいじる。ちょっと雑談する。きっかけにもなりますしね、やっぱり。なんで、やっててほしいです。で、まあそうすることによって、まあやっぱ場が和む。で、笑顔はやっぱね、こうで出てきますよね、こうやって。はははは、みたいな感じで。で、やっぱそういうことをすることによって、相手からはやっぱこの人はやっぱ楽しい人だなと思われて、いい人間関係にしかなっていかないです。ということで、まあちょっとね、ざっくりなったんですけど、一応分かりやすいようにまとめたつもりです。はい。なんで、おさらいしておきましょう。良い人間関係の作り方。まず1番、人の悪口を言わない。で、2番、挨拶や、声かけを自分からしていくと。で、3番は、冗談や、雑談をしようです。この3つを、心がけてみてください。はい。ということで、今日の動画はこの辺にしたいと思います。カズピでした。また次回。バイバーイ。